ったのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。牙が2つ、とにかく何でもかじってみる。1匹見つけたら40匹はそこに住んでるはず。何そのゴキブリ的な感じ。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。これはもう旅立ってよろしいんかな。とりあえずもう一回家寄っとく。近づいたら開くんやね。どうもお母さん。あゆな、ポケモンとの旅楽しそうね。いや、まだです。まだ何もしてないです。まあ、とりあえず行きますか、じゃあ。さあ、出発してこう。あ、ポケモン、目視できる感じ？あ、そういうこと？フィールド上に野生のポケモンたちはいるの。じゃ、草むらを通り寄っていきなり出てくるとか言うわけじゃないんやね。なに、目があったら、戦闘仕掛けてくるとか。え、モンスターボールもらってなくね？あ、すげえ、めっちゃ走り寄る。モンスターボールはあるんかな？え、てか、このさ、あれし、めっちゃ思っとんのが、あ、すげえ。あ、なるほど、そういうこと。なんか、モンスターボールの、この一番上、てっぺんの部分が、なんかこの、システム画面というか、それが出てくるっぽい。あ、なるほどね。ほうほうほう。あ、すげえ、ドットエイヤなんか。めっちゃドットエイヤ。え、ないんや。捕獲ポケット、これ？あ、モンスター50個もあるんや。え、ありがたーい。どうも。B ボタンはどれですかね。B ボタンはどれですかね。あ、これ？これが B ボタン。上の部分が B ボタン。で、B ボタンでこれが開くってことやね。なるほど、なるほど。ああ、ぶつかってきた。とりあえず捕まえたことないポケモン、どんどん捕まえてこう。野生の子らとか飛び出してきた。はい。来いよ。構える。からの、は、エクセレント！やったね。やったね。見て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 。見える？見えんかもしれん。あ、経験値とか入るんや。かわいい。ドット A やけど昔のと全然違う。全然違う。進化したドット A になっとる。コラッタのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。牙が2つ、とにかく何でもかじってみる。1匹見つけたら40匹はそこに住んでるはず。何そのゴキブリ的な感じ。コラッタネズミポケモン。コラッタを手持ちに加えます。これさ、何？持ってるポケモンたちは戦うの？今のところ全然野生のポケモンとは、トレーナーがモンスターボールを投げつけよるだけなんやけど。こんな早い段階からマダツボミ出てきたっけ？絶対出てきてないやろ。ほい。はぁ。ナイス。めっちゃいいところに当たりやん。ほら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 。見えますか？色が変わるところまでとかは見えんかもしれん。やったー、まだつぼみを捕まえた。イエーイ。何もしてないポケモンたちのレベルが上がっていく。イーブイレベル6に上がった。イーブイは新しく、おお、ちゃんと技もあるんやね。なるほど。なんなんやろ。これトレーナーとの戦闘、バトルの時だけ関係あるってことかな。野生は関係ない？まだつぼみのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。まだつぼみ、フラワーポケモン。温度が高く湿度のあるところを好む。それを使って小さな虫を捕らえて食べる。よしよし、いいぞいいぞ。でもあれやね、目視できるってなったら結構なんか気楽な感じ。ポッて現れた今。だって今までのやったらさ、結構なんかこうわけわからんとこから急に飛び出してきたりとかしよったけんさ、看板が見えない。ここは一番道路、マサラタウン、トキワシティ。あ、次はトキワシティや。トキワシティはあれよね。ジムリーダーはまだおらんのよね、確か。これは、とりあえず捕まえていけばいいんかな。あ、でもさ、モンスターボール数に限りが、当たってない！当たってないよ。当たってないよ。あ、待って、構える。からの、はい。はい、外れた。やばい、モンスターボールめっちゃ減っていけばいいけど。は、え？弾き返された。そんなこともあるの？なんか一応さ、このなんか、持っとるけど、さ、なんかこの、主人公というか、
トレーナーが捕まえることによってポケモンたちに経験値が入っていきよるってなったら、レベル上げがさ、このポケモンを捕まえていくことになるよね。ほら、こういうことなんよ。ってことは、持っとるポケモンでも、とりあえず当たったら捕まえていかんかったら、レベルが上がらんのよね。連続ゲットに成功中。まだつぼみ、手持ちには加えてくれなくていいんだけどね。なんか送ってくれていいけど。トレーナーではない、君は。道に段差があるだろ？飛び降りるのはちょっと怖いけど、マサラタウンに帰るときは早く帰れていいよ。マサラタウンの子なんだね。多分、大まかなストーリーは、その、昔のポケモンそのまんまやと思うけん。ヘイ、ポッポ。でも逆にそうなんよね。こう、今の小中学生とか、その辺からしたら多分、逆にやったことなくって新鮮みたいなのはあるんかな。来い。いいね。やった、ポッポを捕まえた。これあれなんかな、ちゃんとその捕まえたポケモンの鳴き声なんかな。ちょ、いまいちヘッドホンで音が入ってこないんだけど。お、イーブイレベル7。いいね。お、マザツボミレベル4。新しく成長を覚えた。よしよし。ポッポのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ポッポ、小鳥ポケモン。おとなしい性格で襲われても、おとなしい性格で襲われても反撃せずに砂をかけて身を守ることが多い。ポッポを手持ちに加えました。手持ちは6匹まで？かな？なんかアイテムとか落ちてないんかね。落ちてないんかね。まだつぼみめっちゃ出てくるやん。もう何？何何？え、なんか走っていった。何？アイテム？イーブー、茂みの中から何かを見つけた。ズリの実。え、えらい。イーブー、そんなことしてくれるんや。いいポケモン連れてるじゃん。僕もお気に入りのポケモン連れてくるから、後で勝負しようよ。うん、かわいいな。かわいいな。ほい、そして、トキワシティに到着。お得な掲示板。モンスターボールがなくなったら、フレンドリーショップで買おう。まだまあ余裕はある。40以上はあるけん。時々、リビシティまでお買い物に行きますけど、トキワの森って道が曲がりくなってるのよ。トキワの森結構私苦手やったような気がするな。そうでもないかな。あれよね、キャタピーとか、トランセルとか出てくるとこよね。これは、あれなんかな。ポケモンの数自体は、どうなん？ 151 匹なんかな。このゲームの中で、お見た？見た？ロケット団がいるよ。しかもちゃんと、ムサシと小次郎とニアスっていうこのアニメ仕様、素晴らしくない？ポケモン図鑑作っとるか？ならわしからアドバイスじゃ。フレンドリーショップでたくさんモンスターボールを買うといいぞ。めっちゃ普通アドバイスなのか？それは。君が連れているのは、まさしくポケモンだね。好きなポケモンと一緒に歩けるなんて、素敵な世の中だね。このちゃんと主人公が、目線を合わせて話を聞いてあげよる感じ。めっちゃ優しいやん。これ多分、そのうち、居合切りで切れるようになると思う。この木はなんだか切れそうだ。なるほどね、そういう感じなんやね。これなんか、地図上に表記されそうな。ここはトレーナーズスクール、学び屋で学べや。どうも。なんだこのジャリンコは。しっし、あっち行ってな。この、何？今までこうゲームの中で、ロケット団ってなったら、誰やねんお前みたいな、ただのなんか戦闘員みたいなのがさ、なんか出てきとったんやけど、ちゃんとこの武蔵小次郎ニアスっていうのがすごい嬉しい。めっちゃ嬉しい。任務とはいえ、見張りなんて暇だな。フレンドリーショップでサボりたいぜ。なぜフレンドリーショップ。ちゃんとニアスも喋るんかな。喋らない！ニャースなのに。ロケット団のニャースなのに喋れよ。何よ、ダメダメ。ここは今通行止め。大事な見張りに真っ最中なんだから。もしかしてこれ別にロケ、なんかあの、武蔵と小次郎じゃないとか言わんよね。武蔵と小次郎よね。あ、合ってますよね。
だから通行止めだってば。子供はお使いでもして時間潰してなさいよ。はあ。だってなんかあれやん、武蔵と小次郎、まあ、ロケット団。ロケット団はさ、こうヒロインがどんどん変わっていっても、シリーズを通してずっと武蔵と小次郎なわけやん。はい。そんなところにも街中にもあるんやね。おい、イーベは花の香りを嗅いでいる。どうでもいい。かわいいけど。あ、どうも。お、君はマサラタウンから来たんだね。大木戸博士を知ってるね。これ、頼まれてるんだけど、今手が離せなくて。大木戸博士に渡してくれるかい？アイナはショップからお届け物を預かった。先に来たはずのシゲルには頼まなかったんでしょうか。アイナはお届け物をバッグにしまった。じゃ、大木戸博士によろしく。今すぐ研究所に戻ろうかな。お、何？自動的に戻ってくれる？おう、ハイテクルーラやね。はい、どうも。おう、アイナ、どうだい？ EV の様子は。ん？ん？何？どうした？あ、モンスターボールに入ってないじゃないかってこと？そういうことが言いたいんかな？ほう、イーブイはすっかりアイナの相棒気分じゃ。お前、ポケモントレーナーの才能があるな。え、わしに渡すものが？アイナは大木戸博士にお届け物を渡した。おお、届いたか。注文の品。どうもありがとよ。大木戸博士、俺のピカチュウ技を。まだなんかあれなんやね。固定期的に直接報告に来れるぐらいの位置に二人ともおるわけやね。あ、アイナ、何それ、すげえ。イーブイ乗っかってるじゃん。しげるか。グッドタイミング。いいものが届いたんじゃ。二人にやろう。アイナは大木戸博士にズリの実。ズリの実さっきイーブイが見つけてくれたよ。美味しそう。ほらほら、それはポケモンが食べるもんじゃ。ポケモンを捕まえるとき、ボールを構える前にズリの実をポイッと投げれば、ポケモンが喜んで、グッと捕まえやすくなる。そういう感じ。ドラクエ的な感じ。ドラクエモンスターズみたいな。あぶねえ、俺食べちゃうとこだった。なんでそんなカメラの方向いてる？二人ともポケモンをたくさん集めるも、気に入りを育てるも、二人の自由じゃ。楽しくやってくれ。別にさ、あれじゃない？電話とかで報告すればよかったんじゃないかな、しげる。待った。あ、ポケモン勝負ですか。あいな、ポケモンは捕まえるだけじゃない。トレーナー同士で戦わせることができるんだぞ。どんな感じか、俺が教えてやるよ。いざ勝負。定期的にね、こう出会うたんびにライバルとの勝負がね。ポケモントレーナーのしげるが勝負を仕掛けてきた。こう早速ポケモンピカチュウ来ます。いっけイーブイ、かわいい。待って、しげるあんだけ時間かかってさ、まだピカチュウしかおらんってどういうことなん。どういうことなん。いや、いっぱいおったよ、結構道端にポケモン。ちゃんと見よう。なんか EV 結構普通な感じに見えるんやけどさ、ピカチュウでかくね。気のせいかな。なんかピカチュウ超でかくね。体当たりなんかいろいろ見ていきたい。やっぱ見た目的な感じも違う。ふう、やったね。なんかちょっとポケモンスタジアムを彷彿とさせる感じの。あ、控えのポケモンももらえるんや。あ、そっか、もらえるんやったっけ。あれ、俺負けちゃったの？イエーイ、120円しげるから巻き上げたぜ。ああ、偉そうに言っといて。俺恥ずかしいじゃん。ちゃんと揃ってから戦えばよかったな。これからも時々勝負しようぜ。アイナ、初めての勝負はどうだった？相棒のイーブイもよく頑張ったな。なるほど、じゃあ、まあ野生ポケモンは、なんか、捕まえるだけやけど、トレーナー相手になったら、まあ、戦闘戦いみたいな感じになるってことか。なるほどね。野生ポケモンと戦わんとなると、若干ちょっとやりづらい。レベル上げはやりづらい感じなんかな。モンスターボール買わんといかんもんね。何してるんすか、アイナちゃん。ほいほい、なんでしょう。イーブイの下って、もう相棒って感じね。
そんなあなたたちにぴったりのプレゼント、受け取って。スポーツウェア、着替え、ありがとう。アイナはスポーツウェアを置き換えトランクにしまった。イーブイに着せてみて。あ、私のじゃないんや。お揃いの服で、あ、マジでお揃い？お揃いの服で冒険よ。やった、なに？あら？なに？早く着替えたいって？イーブイはとっても嬉しそう。超可愛いんですけど。触れ合い。イーブイと遊ぼう。イーブイに重ねて手を動かすと撫でることができる。ZR、A を押すとつついたり場所を選んで撫でられるよ。Y を押すと手が真ん中に戻るよ。あ、なるほど。直接これで、どこや、手。手がどこかへ。あ、これ。こういうことや。めっちゃ可愛い。はい。あ、超可愛い。やべえ。これは、いやー、可愛い。このモフモフ。あ、これなんかあげれるってことかな。どうやってあげるんやろう。あ、これで木の実をあげよう。A で木の実を掴んで EV の口に持って行ってあげよう。木の実を落とすとトレイに戻るよ。トイレかと思った一瞬。で、このなんかいっぱいある。これズリの実かな。はい。あー、食べてるー食べてるー、かわいい。いいね。こんな感じだ。なに？もう不機嫌なの？超かわいいやん。いいね。このポケモンとの直接的な触れ合い。よきよき。バイバイって聞こえた今。イーブイったらあんたらと遊びたいみたい。時々構ってあげないとね。お、X ボタンメニューにイーブイと遊ぶが増えた。選ぶとイーブイといつでも遊べるよ。それはミニゲーム的な要素ってことかな。で、ちょ、とりあえず着替えがしたい。着替えた？着替えてないよね、まだ。はい、バックで。どこや？どれや？お着替えトランク。これで、EV の着替え。すごい、メガネとか、小物とかいろいろあるんやね。帽子、スポーツキャップ。かわいい！そして、洋服、スポーツウェア。え、な、見えないけど。見えないんだけど。回転とやってやるんやろ、これ。回転が。Y ボタンなくね？Y ボタンわからん。とりあえずじゃあ、アユナ。え、アユナ持ってないやん。あ、要は、私が今着とる服を EV 用でくれたってことか。なるほど、そういうことね。オッケー、オッケー。あ、すごい、ほら見て、帽子かぶってるよ。めっちゃ可愛いんだけど超絶可愛い。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いいね。え、この着替え機能めっちゃ楽しいんだけど。ってこと、主人公も多分着替えいろいろあるってことよね。で、EV 用も、よき。